ンコールワットを観光した夜の記録です。こういうお部屋で今日はフットマッサージですよ。It's massage time. なんか口コミがいいみたいで、ここのなんとかヒーロー、ブンヒーローバーガー、チキンバーガーしかもうないよって言われたけど、本当はねもう閉店してる時間のはずなんですけど、入れてくれました。宿のね、お迎えにあるハンバーガー屋さんで、こいつくんがなんか Google マップで見つけたので、夜ご飯は簡単にハンバーガーいただきます。いただきます。チキンがあったかい。お皿は進撃の巨人です。おいしいよ。このチキンは多分来ない。このチキンは来ない。なんだ。肉が出た。だって衣が綺麗だ。おいしい。衣がサクサクしてて、揚げたてかな。ある。やっぱ洋食って食べたくなるよね。おいしい。サクサクで。チキンめっちゃ伸ばしてある感じあるね。カンボジアでと思うかもしれないけど、チキンバーガー、 It's a chicken burger. It's really yummy, actually. やっぱりカンボジアびっくりするのが、今気温27度なんですけど、扇風機回ってたらめっちゃ涼しいの。でジョギングしてた人もいるし、多分湿度は結構高いよね。でも本当に涼しくて、自然があるってね、すごいですよね。東京じゃこうはいかないもんね。そう思ってました。今のね、ハンバーガーは7000だから3000、1個3500だから 1ドルいかないくらい。安っ。チキンだからだから2個で7000。チャンネル登録お願いしますだね。ここら辺はあのエレクトリック系、リンリンって書いてあるよ。ボバティじゃん。シェムリアップボバティ。今からオールドタウン、パブストリートの方にちょっと散歩行ってみます。ナイトマーケットの方まで来ましたよ。トゥクトゥクもバイクも人々も観光客も多分たくさんいると思います。Very good, thank you. めっちゃ話しかけてくれ。あのね、本当にさ、カンボジアフードパンダがマジですごい。フードパンダがたくさんです。こういう安いお店ね、もうアジア全般ありますよね。君、半ズボン買えば半ズボン。はい、来ました。こちらです。
パブストリートにやってきました。ここ有名ですね。あれ、ここで食べたことあるかな。ここで食べたね、昔一回。あれ、こっち。No, thank you. こうやってさ、撮影してんのにどうしてタクシーが必要かと思うのだろうか。夜のパブストリートのあたりはとにかくタクシーの営業が半端なかったです。何回も言われてめんどくさくなってなってだけ言ったら No, thank you だと怒られました。注意しましょう。感じいい感じに断りましょう。終わる感じ。 No, thank you。とりあえず皆さんタクシータクシーって言ってくる。Oh, no, thank you。 あ、ここのお店かな、行ったのどこだろう。はい、おい、パブストリートの終わりにこうやってお土産屋さん。これはオールドマーケットだね。そうだね、うん。で、あっち側が川かな。なんか綺麗そうだから見に行ってみる。渡ってあっち側行くと多分あのオーストラリア人姉妹のカフェなんだよ。綺麗。お子さんがいてはしゃいでますね。落ちないでよ。落ちたら汚いからね。川はね、ちょっと恐ろしい感じですよ。恐ろしい感じ。ほら、そっちもマーケットの端っこでさ、昼間ね、夜は来てない。昼間来てる。あー、このカンボジアの布ね、かわいい。お土産屋さん。ここはパブストリートの一個隣の通りになる。ここら辺で多分私、ま、あのチェックしてあるよ。18人マスースさんがいる。マッサージが多いね。フット1時間4ドルだって。安いね。うん、めっちゃ安い。やっぱね、西洋人の方とかはここら辺で食事をしてる方がすごく多いですね。私たちはね、怖いからできないよ。あ、でもあそこ上うるさいけどさ、あそこの端っことかで飲んだら楽しいかもね。さて、また次の日からの観光に向けて私たちの一日はこれで終わりました。